テレビをご覧の皆様こんにちは、埼玉わらびから全世界へ向けてお送りする音楽番組ボイスのお時間です。言えた、久々のオープニングトークなんですけれども、こんにちは、 YKC ボーカルの和子康二です。今日は相方の修吾くんはですね、いつも僕の右にいるんですけれども、今日はいません。なんでかっていうのは、下のテロップでお伝えさせていただきたいなと思っております。はい、今日はこちら地元、僕の地元わらびに来てるんですけれども、今日は11月3日ということで、じゃじゃーん、中山道武州わらび塾宿場祭りにお邪魔しております。はい、ということで、もうすでにすごい人がいっぱいいるんですけれども、今日は僕がこちらのお祭りでライブもあるということで、そちらの模様も後ほど、お届けできたらなと思うんですが、まずはお祭りをちょっと楽しみつつリポートしていきたいなと思っております。ということで、ボイス第70、今日は8回目ですかね。はい、スタートいたします。よろしくお願いします。早速いろんなところを見ていきたいと思うんですが、こちらいつも僕がね、文館とかでたまにライブとかもやらせていただいてますけれども、昨年はこちらでお茶飲みましたね。ちょっと今日もやってるかどうか、ちょっと今日はこちら何をやられてます？中でお抹茶を飲んでいただく、体験していただいてます。お抹茶、はい、去年僕ここでお抹茶飲んだんですよ。今年もやってるということで、はい、あ、ミス織姫さんですか？あ、いや違います。違うんですか？はい、再来年ぐらいの候補になります。再来年候補じゃあ再来年ミス織姫ちょっとアピールしといた方がいいと思います。よろしくお願いします。ぜひお願いします。今年もこちらにやってまいりました、日本茶道連盟さんですよね。あ、わらび市茶道、わらび市わらび市茶道連盟様の、お茶を本日もいただきたいと思います。95杯目ってことですか、これ？すごいですね。もうこれなんて読むんですかね、こう定着券失礼いたしました。今年もちょっといただきたいと思います。昨年に引き続き、こちらどういったお菓子？こちらのお菓子はね、あの清新庵という、あの東松山 の、 あのお菓子屋さんから取り寄せました。はい、で、まあ、秋の色というか秋色をあのイメージしてございます。はい、どうぞ召し上がってくださいませ。確かに秋の色、このオレンジとね、黄色かな。静かにこの自分のお茶を待つというこの時間こそが、お茶をいただく上での一つの醍醐味なのかもしれないなと思いながら見つめております。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。あの、いい香りがしております、お茶の香り。ではいただきます。すごい美味しいです。濃いですね。いらっしゃいませ、いかがですか？あら、見てください、60周年記念わらびりんごと小麦のビール。はい、あ、どうも初めまして、あの ケーブルテレビウィンクでボイスという番組をやらせていただいている、YKJ と言います。はい、こちらは一体どのような店舗になりますか？はい、あの普段川口でビールを作っておりまして、はいはい、今回あのわらび市さんからあのリンゴの果汁を買わせていただいて、それであのビールと一緒にコラボして作りました。リンゴの果汁とビール、はい、とかちょっとじゃあフルーティーなんですか？そうですね、あのリンゴの爽やかなあの酸味とこの小麦由来の優しい味わいを楽しめるビールとなっております。じゃあ一杯いただいていいですか？はい、かしこまりました。喜んで。すごい、あ、サーバーが、今サーバーがすごい。ではちょっとすいません、いただきます。わー、すごい、リンゴの見てください、色がね、やっぱね、ちょっと、あ、リンゴが入ってるんだなって言われてみればね、そんな感じしてますね。あ、そんなにすごい甘いってわけじゃないんですね。はい、
ほのかな。そうですね、あんまりこうジュースっぽくはしたくなかったので、リンゴの果汁を一緒に発酵させることによってこう甘さを抑えてすっきりめな、すっきりしてますよこれ。はい、ビールになります。僕ビール好きなんですよ、結構好きで。でも甘いビールどうかなって思いながら思ってたんですけど、すごいすっきりいただけます。こちらは今日だけですか。はい、今日だけの限定販売です。そうか、じゃあまたどこかでね、ね、テレビを見て飲みたいなと思った方はどうしたらいいかな。どっか行けば飲めますかね、いずれ。はい、川口ブルワリーというお店がありまして、そこで限定で作ったので、お店に来たらまたいつか飲める日が来ると思いますので、それをじゃあ楽しみにね。わらびりんごと小麦のビールでした。ありがとうございます。ごちそうです。ありがとうございま す, います。見てください、お昼の時間にお母さんの味、手作りカレー。待ちまして、リピーターが随分いらっしゃいます。これはどっかの皆様、友達同士で、はい、あ友達同士が手作りカレーを作ってる。じゃあ こちらでいただきます。ありがとうございます。いつもわらびのケーブルテレビ見てます。ありがとうございます。これなんて宣伝すればいいんですかね。おいしいお母さんの味。おいしいお母さんの味、手作りカレー。安くておいしいです。ちょっといただいてみたいと思います。いわゆる実家の味というお母さんの味っていう感じですね。ノーマル、ザ・ノーマルのカレー、私たちが慣れ親しんできた、子供の頃家で食べていたザ・ノーマルのカレーという感じですね。懐かしさを思い出します。すごい美味しいです。ああいう風に楽しそうにこうやられてる形が、なんかわらびらしさを感じます。美味しいです。ありがとうございます。はい、ということで告知のコーナーです。YKJ のライブが12月、来月ですね、12月6日に西川口ハーツで決まっております。令和に響くスリーマンライブということで、共演に岩船博樹くん、そして阿部優也さん、3組、そしてオープニングにはなんと安次が出ます。安次の元ということで、ソロワンマンをこう収縮した感じのオープニングがあって、岩船博樹くん、阿部優也さん、 YKJ3 組でお届けするのが12月6日となっております。ぜひ遊びに来ていただければなと思ってます。よろしくお願いいたします。そして、10月19日に、発売になりました奇跡つなぐもののシングルが、発売中となっております。タワーレコードアリオ川口店さんでお買い求めいただけますので、こちらも合わせてチェックしてください。よろしくお願いします。以上、告知のコーナーでした。はい、ということで第78ボイス第78回エンディングのお時間ですけれども、今日は第36回わらび宿場祭りにお邪魔しました。去年もお邪魔させていただいたんですけども、今年はなんか去年よりもたくさんいろんなものに触れられたような気がします。お茶だったり、食べ物ね、けん玉、皿回し、まあ、輪投げも最後輪投げで締めましたけれども、まあ、まあ、わらびのね、食べ物だったり伝統的なものだったり、なんかあったかいものに触れられるお祭りだなと改めて、感じました。地元の人間としてね、まあ、音楽で、ちょっとでも盛り上げられたらなと、思っております。ということでボイス78回バコヤスでした。ありがとうございました。一緒に歌ってください。わらびの歌いってみます。わらび笑い小さなこの街、わらび笑い生きてゆく私、もしも落ち込んでいるなら、この街を歩いてみよう。ありがとう。ピアノと笑うことに、あったかい笑顔がすぐそこに、きっと一人じゃない。わらび笑い
てゆく私寂しい時にはあの橋を登ってみよう夕焼けが街を照らしいつもの電車の忘れないように繋ぐ想い忘れ